イヴァン・クリーマは、チェコ出身の作家。ミラン・クンデラをして、世界で最も多く翻訳された、チェコの作家と言わしめたチェコを代表する作家である。キリスト教の福音派に属していた、ユダヤ人儀士の一家に生まれる。第二次世界大戦時、小学校の高学年から、プラハ近郊のゲットを、テレジーンという名の収容所で過ごした。ここは、各地から集められてきた、 ユダヤ人たちが最終目的地に移送される前の基地だった。終戦後、カレル大学哲学科に進学。卒業論文のテーマは、カレルチャペック。1963年から1969年まで、文学新聞、リテラルにビニー副編集長として、自由化に向かう、反体制文学のリーダー格になる。1967年、 第4回チェコスロバキア作家同盟大会において、パベルコホーとミランクンデララ作家たちと共産党批判を行う。1968年のプラハの春事件が勃発。1969年秋からアメリカのミシガン大学の客員教授として抗議するための出国を許可された。しかし、クリーマが出国した直後にソ連のテコ入れによる正常化路線徹底強化によって、 チェコ国境が封鎖される。1969年末までに海外在住のチェコ人はチェコ国籍を放棄するか帰国するかの選択を迫られた。大使館の特別な配慮でアメリカ滞在の延長を許され、学期終了の1970年3月に空、リーマは帰国。この時の心境は僕の陽気な朝の2番目の短編、火曜日の朝。 センチメンタルストーリーに詳しい。反対制派と目され、作品は出版禁止処分に、専門的職業の場からも追放され、病院雑役などの労働に従事した。しかし、海外で出版される作品の印税により生活ができた。社会主義体制下では、活動を禁じられていたペンクラブが1989年の 自由過去活動を再開した時の最初の会長に就任する2002年フランツカフカ賞受賞ありがとうございます。